대로 가는 거야. ローはこの辺っていや、それはカーキックになるんで、ローはまあ、あ、ももや、ももや。あ、それでロー受けるんですね。痛いでしょ。え、これ、大丈夫？はい。おお。わあ。いい。まあまあ痛いです。大丈夫。痛いでしょ。ウォーミングアップです。ウォーミングアップ。俺、今、竹原さんかっこよく、これでいけますって言ってこれで倒れたらかっこ悪い。いや、絶対痛いよ、俺。竹原さん、パワーあるから。いや、でも僕、空手出身なんで、はいはい、空手ってローキックの蹴り合いなんで、普通のキックボクサーより慣れてるんですよ。はいはい。うわ、痛いね。それ振りかなんか分かんないですね。もう怖いね。まっすぐ蹴るというか、うん、ちょっと乗せた方がいいです。乗せたら、ここで蹴る。すねで蹴る。すねで。すねで。さらに思いっきり蹴ろう思ってこなもん。すごい。で、今踏み込むじゃないですか。これだと実際避けられちゃうんですよ。このステップインするので。はい、実際試合できるんだったらもうこのままこういけるな、試合だっていう風に踏み込まずにこう相手の顔見て当たる時だけ下見る、はい、こういうスピードのある蹴りじゃないと当たらない、なるべく僕の場合まっすぐ蹴るんですよ。あー、出発蹴っていい、まっすぐ蹴るのも痛いんだよね。あ、でもローキックの人あるで。でも基本的に瞬発力ある人ローも強いじゃないですか。足も長い。はいはい。振りがやっぱり普通の。おお。これ覚えたら倒せます。倒せます。マジでマジで。痛い。その前にも。俺のこと嫌いなんだよ。いやいや。おお。重いね。でも実は竹原さん痛いローキックは、はい、こっち側がこうなんか力やるとこう力が硬くなるじゃないですか。こっち側って硬くならないじゃないですか。ここを軽くパッつけて。あ、ここまで痛い。インド。インド。これめっちゃ痛い。インドは痛いですか。竹原さんも芸人だね。芸人だね、竹原さんも。そっか、でもこれ痛いですよね。痛い。こっち側の方が痛いですよ。実は。痛い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 ですよ。痛いよもう。やば。オーソドックスは構え痛いじゃないですか。やっぱあれ。こっちの方がいいですか。それともこの。さあここに。いや、オーソドックスやったらオーソドックスの周りに。はい。ちゃんと入ってくる。完璧じゃん。だけど、今みたいにちょっと蹴るときにどうしても癖で体が前に出るんですよ。あ、逆にローキックは浮き上がるっていうよりは沈めるんです。沈める。はい。そうです。そう、そうそう。あ、全然重さが変わる。音変わりました。そう。おお、すごい。うわ。兄貴言ってたじゃないですか。言ってた。竹原さんとスパやりたいって。兄貴。やっちゃうじゃないか。いやー、でもあれだね。勢いで読めんだから。本当。ちょっと沈んで下に体重かけるだけで全然重みが自分でも全然変わります。びっくりした。竹原さんのパンチ持ってみたいし。マー君、じゃあ経験してみるか。いやいや、マー君のいやいや、なんか俺昔何回かね、お教えたことあれなんですけど、めちゃくちゃ重いから。いやいやいや、まあローキック強かったけど、パンチで倒す選手だからね。まあローただもったいないのがガチガチなんだよね。ああね、
遊びがあんまりないし、そうそう、なんかやっぱ3ラウンドしかないんで、そうそうそう、捨てパンチないですよね、全部強く打つっていう感じで、俺的にはだから、ま、当時松本選手が元形から抜いてスピードのあるパンチになればもっとパンチ倒せたなと思って、僕もそう思ってました、全部もうそうだね兄貴、言うたことあるよ、まあ、ないよ、上に読んじゃけど、上に読んじゃけど、マークもっと力抜いてシャンプー、いやでも 3回しかないんで、やっぱこうボクシングみたいに10回12回ってないんで短距離走なんで、ああそうです、ジャンプ、うわタイミング合わない、世界を取った、世界を取ったジャンプだよ、あーカストロ、カストロを倒したジャンプだよ、あカストロを倒した左ボディだよ、パンチだけの方が楽だね、なんかじゃあ軽くやってもらおうか、軽く、はい、軽くすいませんけど、じゃあ俺だけやっていいの、先輩だから俺だけやっていい、竹浦さんだけ当てていい、なわけないやろなわけないやろ、あれリングの、ね、先輩こんな関係ないから、そうやな、うん、ありがとうお前勇気づいた、軽くだよ軽くだよ、ありがとうございます、俺もすぐ倒れるからじゃあちょっと意気込みを、意気込み2分間耐えるだけその前にね、もうダメージある竹浦さん、左ボディ大丈夫です、兄貴に入れて、左ボディ一緒に見かけない一緒に見かけない、カストロを倒したあの左を見せてください、はい、頑張ります、これがいいですね、遠いなぁ、この距離じゃ蹴り当たんないよ、ナイスボール、当てた、兄貴が当てたよ、だから本気になるよ、あ、あカソッカソッ、これパンツの方がいいね、ラスト1分よ、あげたのは…俺が掛け合わせた、おー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 、あーすいません、顔色した、おーすいません、おー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 すごい、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 うわこの右は怖いね、やっぱり、いや竹原さんの怖い、竹原さんの怖い、もうバランスが竹原さんがもし K1 にいたら恐ろしいことになってるよ、俺とうわ
こうなったらです。おおおおお、割れた割れたまずまずこれだけ言うとこは高野ちょっと狙ったの狙ったね、今ね狙ったね今ね、あのこうなったら蹴った蹴りのつもり、いや今これ高野さん蹴りだったんだけど思いっきり左フックまたがる。ひどいよあの人。あの人思いっきり俺の顔に。兄貴。命なのに。兄貴。肩引き取ってくれ。よし投げろ。俺ね こうなるじゃん。こうなったら蹴りよりやっぱこっちの方が早いんですよ。ああそうですね。こうやって早いのがいいんですけど。僕の顔は。びっくりした。いい絵撮れたんじゃないの。いやあるある。